お元気ですか？谷村新司です。あなたに届ける谷村新司のラジテレが2021年から新たにスタートいたしました。一日一日、季節ごとに体感から春に向かって少しずつお日様の気配があったかくなっていく。そんな幸せな空気感のままこの番組を進めていきたいなと思っております。今日も皆さんと一緒にさ、旅を始めましょう。さあ、今日、お話ししようかなと思うのは愛の話です。今こういった瞬間に、あ、ラブねって思ってる人ほとんどだと思います。実は藍色の愛です。草冠にと、あ、ちょっと今チェックしてくれると字が出てくると思うんですけども、目ではなんとなくイメージわかるけど、ちゃんと書けって言われると意外とちゃんと書けないっていうのが藍色の愛という、この愛っていうのを僕はもうずっと昔からすごく心の片隅で気になってる、色であったり音だったりするんですね。なぜかっていうと、日本語のひらがなっていうのはあから始まって次あいうえおっていにつながっていくんですね。あから始まっていにつながっていく、すべては愛から始まってるなんて誰かが言ってました。そしてこの愛という響きはラブ、英語のラブも愛なんですよね。だからすべての始まりは愛だっていうと、日本語のあいうえおとなんかイコールの部分がたくさんあっていい言葉だなと思います。そして何よりも驚くのは、最新のコンピュータシステムは AI と言いまして、実はこれも愛なんですよね。愛っていう響きの中にはいろんなことが含まれているのかもしれませんねと、そんなことを思い巡らしながら、ちょっと谷村のお話を聞いていただければと思います。